クリストファー・ジョン・フレクセンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州アラメダ郡、ニューワーク出身のプロ野球選手。ウト右ミギウチ。MLB のシアトル・マリナーズ所属。愛称は、ビッグ・ベイビー。2012年の MLB ドラフト14巡目で、ニューヨーク・メッツから指名され、プロ入り。契約後、参加のアパラチアン・リーグのルーキー級、キングスポート・メッツで、プロデビュー。 7試合に登板して1勝3敗、防御率5.63、26奪三振を記録した。2013年もルーキー級、キングスポートでプレーし、11試合に先発登板して8勝1敗、防御率2.09、62奪三振を記録した。2014年は A 級、サバンナサンドナッツでプレーし、13試合に先発登板して3勝5敗。 防御率4.83、46奪三振を記録した。この年には、トミー・ジョン手術を受けている。2015年は、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・メッツ、A-9 ブルックリン・サイクロンズ、A 級サバンナでプレーし、3球団合計で12試合に登板して4勝2敗、防御率2.42、51奪三振を記録した。2016年は、 A9 セントルーシーメッツでプレーし、25試合に先発登板して10勝9敗、防御率3.56、95奪三振を記録した。オフの11月18日にルール5ドラフトでの流出を防ぐためにメッツの40人枠入りした。2017年、マイナーでは A9 セントルーシーと a a 級ビンガムトンランブルポニーズでプレーし、 2球団合計で10試合に先発登板して6勝1敗、防御率1.7663奪三振の成績を残した。7月27日にメジャー初昇格を果たし、メジャーデビューとなった同日のサンディエゴパドレス戦では先発を務めたが3回を3失点で敗戦投手となった。8月7日のテキサスレンジャーズ戦でメジャー初勝利を挙げた。 この年メジャーでは14試合に登板して3勝6敗、防御率7.88、36奪三振を記録した。2019年12月6日にディフェとなり、11日に自由契約となった。2019年12月に韓国プロ野球のトサンベアーズと契約した。2020年は21試合に先発登板して8勝4敗の成績を残した。 2020年12月19日にシアトルマリナーズと2年、総額475万ドルの契約を結んだ。オプションとして2023年は球団側が選択権を所持する。平均球速は92.2マイルパワーで、ツーシームを主体としている。割合順ではツイレスライダー、フォーシームを使用する。ありがとうございます。